私の名前は鈴木ゆた子、小学4年生。この前学校でね、ゆうとくんに告白したの。あとね、隣のクラスの斉藤くんのことも好き。痛い、痛いよ、お腹痛い。なんだ、なんだこの痛みは。初めての感覚だ。痛い。だから生理の時になんかここにツピだってつけるやつない？なにそれは、ちゃんと言わない。分かんない分かんない。だから生理の時につけるなんかペって貼るやつ。なんなのそれは。その分かんない、そのちゃんと言わないでよ。なんでないの？何が分かんないじゃん。分かんないじゃん。分かんない、なんでないの。まあ、もういいよ。じゃあいいよお母さん。あ、ちょっと何よ、もうなんかおい、ゆた子。なに？まだかの？まだ。わしも漏れるんじゃ。いや、ちょっと待って、まだ無理。あと何分かかる？あと20分か。あと20分？だってもうまだ無理だもん。もうすでに40分もこもっとるぞ。お腹痛いんだってば、やめてよ。何を払いたいんじゃ。変なこと来たのか？おばあちゃん、あっち行ってて。あっち行っててじゃないよ。トイレ入りたいんだよ。だってお腹痛いんだもん、無理。はよ、出てくれ。めっちゃ食べたいんだもん。お菓子とか食べたい。なんで食べたい、なんでないの。なんでよ、食べたい甘いものとかを。なんでないの、買ってきてよ。なんでよ。いい、おじいちゃんなんて知らないだけや。大嫌い。あ、ごめん。